はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水尾です。いつもありがとうございます。今日はね、被災ボールの5月のメンテパターン投げてみたいと思います。ちょっとただ消化しております。42フィート、22ミリちょっとです。中もまあまああるんですけど、端がカラカラですね。はい、ということで外はむちゃくちゃ曲がるレーンだと思っております。はい、今日はね、ちょっと消化してるっていうのもあるので、走るボールメインで持ってきました。メイリージャブアクアとハニーバジャーエクストリーム2024ということで、走って切れるのと走っておとなしいボールを両方投げ比べてみたいと思いますので、参考になればいいなと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きたいと思います。まずじゃあハニーバジャーから行ってみましょうか。42フィートですけど、ちょっとオイル薄いんでね、どう出るでしょう。そんな言うほどでもないな。ちょっと走りました。はい、スペア行きます。はい、はい。まあ、これからの季節ですね、まあ、ちょっと僕も今汗をかいておりますけど、気候が暖かくなってきて、まあ、温度湿度によって、ね、オイルっていうのは全然雰囲気が違う。同じオイルでもね、本当に気温で変わってくるんで、冬とまたオイルの感じ方が変わってくると思うんです。同じ量でもね。でそれがどう出るか、その日にもよると思いますけど、今は展望とか思ったより走ってくれました。ちょっと出たよ。あ、まあ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 走りますね。はい、じゃあね、ちょっとトーナメント対策でビカビカに仕上げてきたアクアがありますので。本当にビカビカよこれ。3000万のポリッシュなんで、3000万の上リアクタグロスかけたかな。相当走るようにしてありますからね。ウェイ、走る走るアクア。ハニーバジャーよりもずいぶん行きましたね今。さすが3000万のリアクタグロス、びっくり。では取れるでしょうか。ウェイ、取れた。ちょっと危なかったね今。もう一回アクア行っておきましょうか。曲がる曲がる曲がる。おお、曲がった曲がった。まあ、いつものね、外だねまあそう、外を、まあ言い方は悪いかもわかんないですけど、外のあのラインを合うボール持ってたら勝ちかなっていう感じですね。さあ、じゃあちょっと一回オープニングで言ってないですけど、ちょっと曲がり系の波及ドライブでも行っときます。まあ、基本僕はサイボールではパールしか投げないんでね、ほぼ。はい、これはね、今のアクアより5枚左寄りました。ね、やっぱ5枚ぐらい左寄らなあかんよね。こんな感じになります。ちょっと今やっぱり酔ってオイルを使ったつもりですけど、やっぱり見た感じエネルギー足りてない
手前で解放されてしまって失速したような天品のタップの仕方してるんで、うん、ちょっと弱い目カバーで、うん、激しくない方がいいのかな。谷和城は激しかったんでね、合わせにいかなあかんのかなという感じですけど、メリジャブアクアの方が柔らかい動き方するからポケットには当てやすいかなと思うんですね。うわ危な、さあもう秋ドライブ2は一級でお腹いっぱいです。合ってない。やっぱ手前の走りにストレスを感じるとしんどいんで、ストレスフリーなボールを選びたくなるんで、ハニーバジャーかアクアかどっちかっていう感じになるかな。はい、これアクアよりも1枚左寄ってます。あー中落ちた、やばい。あ、中が折れるんだ今日は。はい、スペア行きます。左寄ってね。はい、もう一回ハニーバジャー行きましょう。ちょっと打ちミスっていうか手前捕まったんで。これぐらいどう？そうね、なのでギリギリストレスはちょっとストレスフリーではないけどね、まあ、ちょっとアキュドライブよりはいったかなという感じですね。まあ、ちょっとリリースがあんま良くないね僕の。もう一回だけ行ってみましょうか。もうちょっとリリースしっかり集中して、これぐらいか、これでええんちゃうね。できました。今まだ本来の僕の投げ方ですね。はい、じゃあね、またアクアに戻してストレスフリーの世界を味わって終わりたいと思います。ストレスフリーの世界、ピュー、はい、ピューでいきます。今度逆に曲がらんくてストレスになる。まあ、なんやかんや言うて、なんやかんや言うてストライクですね。はい、テンフレです。これはもっと右寄っても良さそうですね。右寄ったよ。おお、パンチ力がメイリージャブアクアの良さです。なぜか天秤が倒れるんだこれ。しかも何やったら今の親指抜けてなかったからね。はい、もう一発。ちょっとアクアを中に入ってゆっくり取ってみましょうか。スピードちょっとゆったりめにします。2人目、おいいね。アクア当てそうですね。今月5月アクアばかり投げようかな。はい、じゃあ最後はハニーバジャーに戻してもう一回あのアクアのライン投げましょう。うまくいきますように。ほい、うわー捨てがたい。はい、ということで239点。まあいつもね、何か塗り始めの時はね点数出るんですわ。でこれいざね実際月が変わって投げ出したらね、あんま点数出なくなるんですけど、なんでしょうねこれね。はい、まあ、馴染んできた時に変わってくるってことですね。はい、ということで今日も皆さん参考程度にしてください。
はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。